県東部地域の活性化策を提言するサンフロント21懇話会の東部地区分科会が昨日沼津市で開かれ、人が集まるこれからの街づくりのヒントを探りました。市政100周年を迎えた沼津市で開かれた東部地区分科会では、東京大学大学院の中島直人准教授が少子高齢化に直面している都市が目指すべき街づくりについて基調講演を行いました。先進事例としてコンパクトな街づくりを掲げる富山市の取り組みなどを紹介し、街がコンパクトなだけでなく、人と街、人と人との距離がコンパクトになることが重要と説明しました。続くパネルディスカッションでは、沼津市の頼重修一市長と地元商店街の理事長を務め地域活性化に取り組むレフズ代表取締役の小松浩二さんもパネリストに加わり、東部地区の目指すべきこれからの街づくりについて活発に意見を交わしました。